レジオンドヌール勲章は、フランスのナポレオン・ボナパルトにより1802年に制定された同国の英典。日本語では、レジオンドヌール勲章とも表記され、名誉軍団国家勲章と訳される。フランスは、ナポレオン時代以後に生態が幾度か変化し、その都度少食の衣装が変更されるなどしたものの、レジオンドヌール勲章は、運用が続けられ、第五共和成果の現在でも、 同国の最高位勲章に位置づけられている。オルドルとは、騎士団のことであり、これを元にした、ヨーロッパ独特の英典制度を指す。助訓は、オルドルへの加入もしくは昇進を意味し、その印として、騎士団の気象、デッカーション、デコラシオンの着用が許される。ただし、レジオンドヌール勲章の場合、外国人への授与は、気象の贈呈のみで、オルドルたる、 名誉軍団への加入は行わない。日本ではデコラシオンだけでなく、オルドルも勲章と訳される場合が多い。オルドルである名誉軍団は、軍団総長と軍団総裁をトップにいただき、フランスで最も名誉ある勲章を授与する任を負っている。ナポレオン・ボナパルトにより1802年5月19日に創設された。創設当初より、フランスへの 卓越した功績のあった軍人もしくは市民に報奨を与えているものである。レジオンドヌールには等級があり、後位からグランクロはグラントフィシエ、コマンドゥール、オフィシエ、シュバリエのご等級に分かれる。さらにグランクロはより上位には名誉軍団総長たるフランス大統領が受けることができる軽職がある。フランス国民の場合はシュバリエから順番に昇級していくが、 オルドル街となる外国人の場合はその限りではなく、功績次第で、いきなり上位賞を受けることもある。レジオンドヌール勲章の創設を命じた、共和歴 X 年フロレアル29日の政令、ナポレオンによる、初のレジオンドヌール勲章授与式その名前、象徴、編成が古代ローマに由来する、レジオンドヌールは、アンシャンレジームのオルドルとは異なり、 主観だけではなくすべての民衆に開かれている。これを市民の平等という原則への攻撃と見た者も,もいたが、当時統領政府を主導していた第一統領のナポレオン・ボナパルトは、国務院でこの制度を次のように正当化していた古代、現代を問わず、勲章なしでやっていけた共和国があるというなら教えてもらいたい。諸君はこれをおもちゃだと言うかもしれないが、 さて人間を動かすのはそうしたおもちゃなのだ。フランス革命では実際にアンシャンレジームのすべての勲章が廃止された。憲法制定国民議会は軍事功労省を創設したがこれもすぐに廃止された。国民公開化では将軍たちは栄誉の武器を勇敢な行為に報いるために与えるのが慣習であった。法案はフランス革命歴 X 年フロレアル14日から 国務員を前にして議論が行われた。第一統領ボナパルトは自ら干渉して、全力で営点の必要性を主張する。一方、厳密に軍事的なオルドルを創設することを拒絶し、アンシャンレジームへの回帰であるとする非難を反発した。14票対10票で法案は可決された。5月17日に法案を付託された五民院では、ルシアン・ボナパルトが、 報告者に指名されており、新しい貴族の復活と平等という革命の原則の歪曲を恐れたジャコバン派の反対にもかかわらず、法案を56票対38票で承認した。最終的に、ルシアン・ボナパルト、ピエール・ルイ・ロデレール、オギュスト・フレデリク・ルイ・ビエスド、マルモン、マチュー・デュマが法文を弁護し、共和歴 X 年フロレアル29日に、 立法院は166票対110票で可決した。第一統領ボナパルトは、共和歴 X 年プレリアル9日になるまで法に、署名なついにしなかった。共和歴12年目水道ル25日、廃兵院の礼拝堂において、公式の豪華な儀式の中で功績ある将校たちへの、レジオンドヌールの初の授与が、フランス皇帝ナポレオン一世となった。 ナポレオン・ボナッパルトによって行われた。共和歴13年プリビオーズ10日には保有者がグラン・テーグルと呼ばれる大勲章が追加され、これは1814年7月19日の政令でグラン・コルドン、最終的には1816年5月26日の政令でグラン・クロワと呼ばれるようになる。この日には革命章が同様にコマンダンからコマンドゥールへ レジオネールがシュバリエへと修正された。軍人都市民を組み合わせたことで、このオルドルは、あらゆる体制下を生き延び続け、今日では11万人以上の排除者を数えるに、至っている。オルドル、名誉軍団への加入と昇進は、軍団総長たるフランス共和国大統領の政令により3年ごとに割り当てられた定数の範囲内で行われる。この定数は、大統領と 各省庁にはリフられ、省庁は提案を軍団総裁へと送付する。オルドルへの加入ではシュバリエより上の等級に叙勲されることはないが、外国の個人に授ける場合はその限りではない。その場合には、新加入者の儀礼的な地位に応じて決定される。創設時には、オルドルに加入した者には、年200金フランの差し押さえ、不可な年金が付随していた。 2009年には、この年金と総割当て数は次の表の通りとなっている。元大臣、元知事、国民議会もしくは元老院の元議員、高等司法官、外交官への授与はほぼ自動的に行われる。オリンピックでの金メダルの獲得は特別な昇進の対象となる。軍人は割当てのントを占め、その他の代表的な職種としては、警察官、消防士、 公選公務員、公務員、宗教の代表者などがある。なお、当初は、レジオンドヌール、配従者の子孫も3代まで世襲で勲章が与えられた。この条項は空文化したが、未だに廃止されてはいない。レジオンドヌール、配従者の圧倒的大多数は男性である。2008年12月31日、イベット・ハルヌーが8人目のグランクロは配従者となった。 レジオンドヌールは都市に授与されることもあり、2009年までにフランスの64の都市と他国の6都市に授与されている。全都市の一覧はフランス語版、FR、ビデイカーデラリージェンドヌールを参照。レジオンドヌール受賞部隊の隊員が制服に着用するフラジェール・レジオンドヌール勲章はまた連隊、教育機関、共同体、企業、結社などにも授与される。 高等教育機関としては、パリ国立高等工業学校、サンテティエンヌ国立高等工業学校、エコールサントラルパリ、エコールポリテクニーク、パリ国立工芸学校、ドゥエコー高等工業学校、フランス国立古文書学校、ナンシー大学など、中等教育機関としては、ブール・カンブレスのリセ・ラ・ランド・エクス・アン・プロバンスの軍事、リセ・ラ・フレイシュの国立軍事幼年学校などが受賞している。 授けられた軍部隊の隊員は、冷蔵でフラジェールと呼ばれる、職所上の気象を着用することができる。色は赤。パリ警視庁は、第二次世界大戦末期の1944年8月19日に、シテシマの本部で警官の一団が起こした放棄のために、シャルルド・ゴール将軍によって1944年10月12日に、レジオンドヌールを除訓された。 パリ警視庁の警察官が、礼装の左肩に赤い職所をつけるのはこのためである。レジオンドヌールは、フランス国民だけでなく、外国の元首、首相、政府の構成員、外交官、実業家、フランスに来訪した芸術家、その他フランスの利益に貢献した人物にも授与される。例えば、1999年2月19日には、共和国大統領、 ジャック・シラクが第一次世界大戦でフランスのために戦ったアメリカ合衆国元軍人たちに起章を送っている。2006年にロシアのウラジーミル・プーチン大統領にグランクロワが除訓された際には論争が巻き起こった。2005年までに約1500人の外国籍の除訓者があり、そのうちの約1割が日本人である。外国籍の場合、除訓者が居住する。 国のフランス大使館で行われるが、日本テレビ会長の宇治家誠一郎は、ルーブル美術館にあるモナリザ収蔵室の回収費を日本テレビが負担したこともあり、ルーブル美術館で文化大臣から手渡された。日本人への授与1907年5月16日付で長崎正吾へ授与された、レジオンドヌール勲章グラントフィシエの勲気最高位のグランクロワは、日本人では、 皇族や伊藤博文などが受賞している。グラント・フィシエは、元総理大臣の中曽根康弘、元東京都知事の鈴木俊一、トヨタ自動車名誉会長で、日本経済団体連合会名誉会長の豊田翔一郎らが受賞している。民間人では、コマンドゥールまでが、日仏間の経済、文化交流の発展への功労者等に与えられる。らが受賞している。 2016年9月より、レジオンドヌール軍団総裁を務める、ブノワプガリック軍大将。レジオンドヌール勲章グランクロワの制服章に加えて、国家功労勲章グランクロワの副章を、兵配する。グランクロワ正明の理面レジオンドヌールの章は、白色放浪を施された二重の副車を持つマルタ十字様の、五両星型で、銃の先端部はボタンで止められている。 星とボタンはシュバリエでは銀、オフィシエでは金メッキした銀で作られている。星の中央には共和国を象徴するケレースの横顔が描かれた金のメダイオンが飾られており、それをレプーブレイクフランセーズと書かれた青い円が囲んでいる。副車の間には破綻が入り込んでいる。冠は等級に応じて銀、または金メッキで作られ、葉の部分には 緑色放浪が施され、右は多く、左は月桂樹からなっており、両足の交錯する部分は結び目で縛られている。星型の章の上部には、破棺形の柱がつき、これも等級に応じて銀星、または金メッキで歯に緑色放浪が施されるが、章とは反対に右に月桂樹、左に多くを配している。 裏面には一体の三色旗を描いた金のメダイオンがあり、その周囲には、オーナインパトリという標語と創設の日付29、フローレイルアネックスが刻まれている。章は赤いリボンで吊り下げられている。オフィシエの場合にはロゼットが添えられている。コマンドゥールの銃に吊り下げる金メッキの希少の大きさは、シュバリエとオフィシエのものよりも半分ほど大きい。 コマンドゥールの樹は常に単独で首の周りにつけられる。グラントフィシエは、オフィシエのマサーキに加え、プレートを胸の右側に着用する。グランクロワは、これと同じだが、金メッキのプレートを胸の左側に着用する。グランクロワの金メッキのマサーキの大きさは、シュバリエのそれの倍近くあり、右肩からタスキがけにした大きな赤い樹に吊り下げて着用される。 平服では、シュバリエは赤いリボンの略字を、オフィシエは赤いロゼット付きの略字を、コマンドゥール、グラントフィシエ、グランクロワはそれぞれ銀、金と銀、金の土台が付いたロゼットのある略字を、上着の襟のボタン穴につける。これらの土台は俗にカナペと呼ばれている。レジオンドヌールの起床は、伝統的にパリ・サンジェルマンデ・プレ広場のアルティウス・ベルトラン社で製作されている。 除勲の際、気象は実際には贈与されるのではなく、自費であらかじめパリ増兵局にて購入しておいたものをつけてもらうという形をとる。気象は誰でも購入できるが、除勲されていないものが着用すれば処罰される。販売価格は2010年時点で、シュバリエのものが168.5ユーロ、グランクロワのものが693.5ユーロである。 レジオンドヌール勲章の等級別着用法。左から、シュバリエ、オフィシエ、コマンドゥール、グラントフィシエ、グランクロアサルムカン・レジオンドヌールのウルドルである名誉軍団は、共和歴8年憲法87条に基づき、1802年5月19日の法令により設立された。フランス国籍のレジオンドヌール叙勲者全員により、構成された一つの共同体であり、 名前、印字、社会的地位、共有財産、広報上の法人格を備えている。標語は、名誉と祖国である。軍団総長は、共和国大統領である。大統領の権限異常式の日に、レジオンドヌール勲章軽色が、軍団総裁から大統領に送られる。軽色は公式写真として示された後、レジオンドヌール博物館に帰宅される。軍団総裁は、 共和国大統領により、グランクロワの中から選ばれる。1969年以降、6年の任期で任命されている。ベルナール・ジェルマンド・ラセペードより後は、軍団総裁の大部分は軍人であった。軍団総裁の職務は多岐にわたり、事実上の将軍局長として、フランスにおける勲章に関するすべての問題の責任を持つ。特に、 外国の勲章を着用する認可を与えるのも、軍団総裁である。また、1963年12月の国家功労勲章制定に伴い、同勲章に関する最高責任者でもある。軍団総裁は、市民、軍人双方のコマンドゥール以上の様々なメンバーから構成される、評議会により補佐される。軍団本部たる、 レジオンドヌール国技局はパリ7区のサルム館にあり、今日ではレジオンドヌール宮殿とも呼ばれている。宮殿にはレジオンドヌール博物館も収容されている。以下の面々が助訓を拒否している。助訓は受けるが着用を拒むことを選ぶものもあり、例えばアカデミーフランセーズ会員のジャンドルメソンが、そうで、こう宣言した栄誉なんてものは軽蔑しているが、 軽蔑しているからといって我慢できないわけでもない。名誉や威信が損なわれる場合の最終的な制裁として当事者を召喚して弁護の機会を与えることを含む懲戒手続きを経て、オルドルからの除名が行われることがある。この除名は勲章の剥奪も意味し、犯罪により1年以上の禁錮刑の判決を受けた場合やフランス国籍を喪失した場合には自動的に除名となる。 モーリス・パポンがこれに該当し、勲章を剥奪されたのを知りつつもなお、この勲章と共に埋葬されることに執着した。ジャンクロード・ラブルネットが1994年に、レバノンでの武器密売の有罪判決のため、2011年には、ファッションデザイナーのジョン・ガリアーノが、再三の人種差別発言で、罰金刑を受けたことにより、除名された。 レジオンドヌール君医局総裁を1975年より務めていた陸軍大将のアランド・ボア州は1981年これまでの新大統領すべてにそうしてきた伝統通りにフランスはミッテランにグランメートルの軽食を渡さずに住むように君医局を荒っぽく辞任したミッテランはかつてシャルルド・ゴールを独裁者扱いしていたからであった小説などでも巧妙な勲章として レジオンドヌール勲章がしばしば登場する。ギュスターブ・フローベールの小説、ボバリー夫人は典型的な俗物として描かれた村の薬剤師、おめーが夫人の死後に名誉の十字を贈られたという一文で終わっている。アーサー・コナン・ドイルの探偵小説、金縁の美顔鏡では探偵のシャーロック・ホームズがフランス大統領から感謝状とともにレジオンドヌール勲章を贈られている。 またセシル・スコット・フォレスターの海洋小説、ホーンブロワーシリーズの主人公、ホレーショ・ホーンブロワーも、ナポレオン三世からシュバリエを除訓されている。受賞者は敬意を払われる対象であり、略称をつけて、首都パリの料理店を訪れると一番良い席に、通してもらえる、と、有形無形の待遇を受けるという。ありがとうございます。